中井博史6月10日から2017年4月22日は、日本の元政治家。衆議院議員、国家公安委員会委員長、拉致問題担当大臣、内閣府特命担当大臣、法務大臣、衆議院に予算委員長、民社党副委員長、自由党副党首、民主党副代表などを歴任した。父は、元衆議院議員の中井徳次郎。 満州国心教師に生まれた。終戦後の1946年9月に三重県上野市に引き上げた。上野市立白宝幼稚園、上野市立西小学校、上野市立ただ広中学校を経て、東京都へ父と引っ越して、東京都立立川高等学校、1969年3月、慶応義塾大学経済学部経済学科を卒業した。 大学在学中から日本社会党の衆議院議員だった父の中井徳次郎の秘書を務めた。社会党派に所属して穏健的な民主社会主義政党を目指していた父の徳次郎がマルクス主義政党を目指した社会党左派中心の執行部に嫌われたことから、左派の執行部は旧三重一区に左派の対立候補を擁立して、社会党派の中井徳次郎と社会党左派の 思想対立が激化した。父と次郎が出馬を断念したことに伴い、不死で日本社会党を離党、父の恩恵的な民主社会主義思想の後継者となった。1972年の第33回衆議院議員総選挙において日本社会党は、社会党左派の田口和夫を公認して、中井は日本社会党の公認が得られずに、無所属候補として、 立候補したが落選した。選挙戦では民社党の支援を受けた。その後民社党に入党、1976年の第34回衆議院議員総選挙に、中選挙区の9名1区より立候補し、34歳で初当選した。初当選した選挙では、民社党からは、青山9、大内慶吾、神田敦志、中野寛生、米沢隆も、 中井と同じく初当選した。名張市出身の開業員が父、中井徳次郎の有力講演者であったことからその娘と結婚した。衆議院議員選挙で滑り込み当選が多い国会議員であった。中選挙区時代にはすべて4位内しは5位の投落選場での新賞であった。第38回衆議院議員総選挙では落選したものの続く 第39回衆議院議員総選挙、第40回衆議院議員総選挙では当選を果たした。第40回選挙後、衆議院の商工委員会にて委員長に就任した。翌1994年、羽田内閣にて法務大臣に任命された。法務大臣として麻薬の使用を理由に、キリンカップサッカーアルゼンチン代表であったディエゴ・マラドーナの入国を拒否。 その結果、アルゼンチン代表チームは出場をキャンセルした。同年12月、民社党が回答し新進党が結成された際、新進党の決闘に参加した。新進党決闘後の第41回衆議院議員総選挙では、三重一区より立候補し当選した。この選挙以降、自由民主党の川崎次郎と三重一区の議席を争っている。1997年、 新進党が解散した。中井は小沢一郎らと共に自由党を決闘した。衆議院の国会党の移転に関する特別委員会にて委員長に就任した。しかし、第42回衆議院議員総選挙では小選挙区で落選し、比例復活で当選した。自由党では副党首も務めたが、同党が民主党に合流することになり、中井も民主党に入党した。 民主党では副代表に就任した。2006年には常任幹事会議長に就任し、2007年まで務める。その間の第43回衆議院議員総選挙、第44回衆議院議員総選挙では、いずれも三重一区で自民党の川崎次郎に敗れ落選し、重複立候補していた比例党会ブロックで復活。第45回衆議院議員総選挙では、 三重一区で川崎を破り、当選した。この選挙により、民主党が与党となり、鳩山幸男内閣にて国家公安委員会委員長に就任した。同時に拉致問題担当大臣を兼務し、北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案を呼び、行政各部の所管する事務の調整も担当することになった。また、前原誠司国土交通大臣の 防災担当省職退任に伴い、2010年1月12日に内閣府特命担当大臣に就任した。なお、中井は北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟の会長代行を務めていた。しかし、拉致問題担当省に就任以来2010年1月6日まで一度も所管の拉致問題対策本部事務局に顔を 出していないことが判明している。拉致被害者の救出のため連携していた韓国の国会議員との関係を竹島問題を理由に断ち切ったり、拉致被害者の情報を引き出すという名目で近県期を来日させるなどの行為を繰り返し、横田夫妻をパフォーマンスばかりで真剣に向き合ってくれなかったと嘆かせた。2010年2月の東アジアサッカー選手権に 出場を予定だった北朝鮮女子代表チームへのビザ発給に一時反対、北朝鮮チームは参加事態を表明した。2010年4月に実施予定の高校無償化をめぐり、朝鮮学校を対象から除外するよう、川端達夫文部科学大臣に要請した。4月、来日中の元朝鮮労働党初期、高朝陽と会談した。6月発足の菅直人内閣では、 国家公安委員会委員長と、拉致問題担当大臣及び、内閣府特命担当大臣に再任された。7月6日、大相撲野球賭博問題に関連し、テレビに出るのは熱心だが捜査にはことを左右にしている、と警察の捜査に協力しない相撲関係者を指団。暴力団との関係者団の取り組みについて、名古屋場所が住めばしまい、という一過性のものではないと述べた。 それを遡る6月21日、すなわち野球賭博問題で日本相撲協会が特別調査委員会を設置した日の夜に日本大学の田中英樹理事長が懇意にしている神楽坂の料亭で田中理事長、相撲協会の武蔵川理事長の3人で会談していたことが週刊文春で報じられた。これに対し中井は7月15日報道内容を否定した。 7月20日、来日した金県期と面会した。9月、関会増内閣発足により、国務大臣を退任。農林水産大臣に起用された、かのみ彦に代わり、衆議院予算委員長に就任した。2011年2月28日に、平成23年度予算が衆議院予算委員会で、可決された際、中井の議事運営に問題があるとして、自民党、 公明党、みんなの党、立ち上がれ、日本から、解任決議案が提出されたが、解任決議案は否決された。同年7月に、北朝鮮の早期空朝日、国交正常化交渉担当大使と、中国、長春市で国秘に会談したと報じられたが、旧満州出身の中井は、ふるさとを見て泣いて帰ってきただけと会談を否定した。この件で、中井に同行し、無届けで、 海外渡航した政府の拉致問題対策本部職員が口頭注意処分となった。2012年1月にも総費空大使と中国で会談した模様だと報じられた。同年3月17日から3月19日まで台湾総統の馬英九の再選祝いに日華議員懇談会のメンバーとして台湾渡航を衆議院議員運営委員会に申請したが北朝鮮の総費空 朝日国交正常化交渉担当大使がモンゴルに向かったことが確認されていることから、野党の自民党、公明党が実際はモンゴルに渡って交渉する可能性から合意を拒否。議長裁定に委ねられ、横道隆広衆議院議長から渡航期間を厳守し、予算案の審査に支障を与えないとの条件付きで海外渡航を許可された。中井は結局、モンゴル行きを断念し、 申請通り台湾を訪問した。2012年10月24日、議員を引退する意思を表明した。11月16日の衆議院解散に伴い、引退。2017年4月22日、胃がんのため、東京都内の病院で死去。74歳没。晩年は、民進党三重県連の最高顧問を務めていた。同年5月12日、日本国政府は、 4月22日付をもって、肖像くらいに除することを決めた。2007年3月、高熱水費がかからない議員会館においた資金管理団体の主たる事務所で3年間に契約1070万円の光熱水費を架空支出したことが発覚した。国会では、松岡都市活農水省の議員会館での光熱水費問題が国会で追及されている真っ最中で、 当初は、党内や野党から、松岡大臣を追及できなくなると、不満の声も上がった。しかし、すべて領収証が残っていて、架空支出ではなかったことや、直に別の支出であったことを認める、記者会見を本人が開いたことにより、すぐに、この騒動は収まった。2010年1月29日、政界関係者と思われる男性と、いわゆる、 白クの可能性が濃厚とされる車を利用した。また SP を外して30歳以上年の離れた銀座のホステスと連日のようにデートを重ねており、3月9日と14日には路上で目をつぶってホステスと顔を密着させているところを写真に撮られ、週刊新潮に掲載された。ホステスは議員宿舎のカードキーを使ってたびたび赤坂議員宿舎に入っていた。 赤坂銀宿舎に住むある議員によるとカードキーの交付はかなり厳格で申請の際には使用者の名前を登録しなければならないと言い中井が規則に違反してカードキーを貸与した可能性もある3月14日午後5時過ぎには震度5弱の福島沖地震が発生したがその時中井はホステスと共に映画館におり映画館を出た後も引き続き二人で 生誕院、焼肉店、コンビニカラオケスナック、議員宿舎へと移動、地震発生にもかかわらず防災担当省として何らの対応も取らなかった。これに対し中井は独身なので不倫ではないとした上でに妻が死去している路上キスについて、人生で路上で女性とキスしたことは一回もないと述べ、写真はキスと見えるような角度で意図的に撮られたとの認識を示した。 また白クについては、勝手に店が用意したと、白クと認識せずに利用したとコメントし、カードキーを使って、ホステスが赤坂議員宿舎に入ったことについては、女性とは6年ぐらいの付き合い。掃除のおばさんの代わり、カードキーについて規則などはないなどと釈明した。衆議院事務局管理課議員宿舎係によると、カードキーは議員に対応され、 使用者を届け出る必要はないというが、議員宿舎には、利用は、議員及び議員と同居する家族などに限るとの入居基準がある。福島沖地震については、一旦映画館の外に出て、秘書官と連絡を取り合ったと説明。第一報で、被害はなく、その後も秘書官から連絡はなかったと対応に、問題はなかったとの認識を示した。 警察庁関係者によると、問題が表沙汰になった後中井は、自分には4人女がいるが、そのうち1人だけを特別扱いしていたことがバレてしまい、他の女に会いづらくなってしまったと語ったという。内閣官房関係者によると、拉致問題担当省時代には、銀座などクラブでの飲みしろを、拉致関係の情報収集と称して役所に付け回し、経理は処理に困っていたという。 2010年11月30日、自由民主党の愛沢一郎国体委員長や、みんなの党の桜内文章が、11月29日に行われた、議会開設120年記念式典において、秋篠宮文人新郎と、同比紀子が、天皇、後方の着御を起立して待っていたことに対し、民主党議員が矢地を飛ばしたとして、名指しは避けながらも批判を行ったことが報じられた。 産経新聞は同日中に、早く座れよ。こっちも座れないじゃないかとヤジを飛ばしたとされる議員が、中江だった胸を報じた。中江は11月30日、産経新聞の取材に対し、早く座らないと誰も座れないよと言ったかもしれないが、秋篠宮殿下に向けて、言うはずがない。副議長らに言ったと反論し、翌12月1日には、国会内において、記者団に、 隣の人と喋っただけだ。宮様に伝えていないのかねと申し上げたと述べた。また、秋篠宮殿下が、お入りになってから遅刻した奴が十数人いたぞ。いくらでもあるぜとの発言も報道された。民主党側も、立たせていては、両殿下に失礼ではないかと言ったとしている。民主党内では、岡田克也幹事長が、私が知る限り、やじったとか、そういうことではなかった。 10列ぐらい後ろにいたが、中井氏の声が響き渡ったとか、そういうことではないと述べる一方で、中井について国会議員を務めていることに無理があるとの指摘もなされた。自由民主党は、懲罰の対象になりうる、著しく、品を書く発言だと批判し、みんなの党の渡辺義美代表も、まずは中井氏が土下座してお詫びをすべきだと述べた。12月1日、 両党は立ち上がれ、日本と共同で中井に対する懲罰動議を提出した。この問題に対し、全国の右翼団体が、国族中井博議員球団実行委員会を結成し、2010年12月26日に約100台の外戦者、350人の運動員を集めて中井の選挙区である三重県伊賀市、名張市で外戦デモ活動を行った。 そのため、中井は予定していた新年会を断念した。また、2012年3月12日の午後に、中井の事務所に、広島県の右翼団体幹部を名乗って、切断された小指と、天中が下るという趣旨の手紙が届けられたと、報道された。2011年2月1日の衆議院予算委員会で、 元日本銀行勤務の経歴を持つ自民党議員の塩崎康久が経済財政問題について専門知識を駆使して政府側を追求した際、これにて塩崎教授の陳述は終わりましたと質問ぶりを揶揄するかのような発言をした。また審議中に委員長席で携帯電話の操作をしたとして自民党から非難された。さらに、 自民党の野田武史税制調査会長が質問の冒頭で私が答弁を求めた以外の人が答弁しないようにしてほしいと念をし、下にもかかわらず中井は求められていない閣僚を指名した。抗議する野田に対し言動を謹んでくださいと発言した。自民党は中井の解任決議案提出を検討したが中井が予算委員会理事会で 塩崎に対する発言と携帯電話の操作を認め陳謝した上、教授発言を議事録から削除したため一旦見合わせた。しかしその後も態度が改まらなかったため、2月28日、自民、公明、みんな立ち上がれ、日本の野党4党が共同で解任決議案を提出した。決議案は衆議院本会議で反対多数により否決された。 上でも述べられているが、過去2度の大臣経験に際し、2度とも外国のサッカー代表チームの入国を断念させる、結果に関わっている。1度目が1994年に、羽田内閣で、法務大臣としてアルゼンチン代表チームを、2度目が2010年に、鳩山幸男内閣で、国家公安委員会委員長として、北朝鮮女子代表チームを、それぞれ日本で開催される、 日本代表チームとも対戦する予定だった大会への参加を断念させた。上記のサッカー、北朝鮮女子代表チームの件に関しては、北朝鮮女子代表チームは2010年2月に日本で開催された東アジアサッカー選手権大会への出場権を得ていたが、2009年12月、当時の国家公安委員会委員長であった中井博氏は制裁がかかっている段階なので、 日本政府が北朝鮮チームの入国を許可することはないと発言した。この時期、すでに日本政府は北朝鮮に対する制裁措置として北朝鮮人の入国を拒否していたので北朝鮮女子チームに対しても入国を許可しないのは当然という立場であった。しかし国際サッカー連盟は政治とスポーツの分離をモットーにしており参加各国、 地域の政治的介入を禁止しているため入国不許可は日本が規約違反に問われる可能性があった。翌年の2010年1月4日に突然日本政府は方針転換し、鳩山内閣より以前に麻生内閣ですでに許可が出ていたことを理由に改めてサッカー北朝鮮女子代表チームの入国を許可すると発表した。日本サッカー協会に 北朝鮮女子代表チームから参加自体の最終決定が通知されたのはこの発表から1週間後の1月11日であり、その見解は日本政府国家公安委員長の公式な謝罪、朝鮮女子チームの警備と安全の保障、チームの入国ビザ申請者全員に対する入国ビザ発給の無条件の保障、そして日本国内での申請なサッカーの試合のための友好的な環境、 この4つが提供されない限り、我々の女子チームは、東アジア女子サッカー選手権2010に出場する、ことはできません。というものであった。朝鮮民主主義人民共和国サッカー協会は、勝手に試合を辞退したことを理由に、FIFA より罰金を課せられた。2010年7月20日、大韓航空機爆破事件の実行犯の、主要人物の金研究を、 日本人拉致事件の情報を持っているとして日本に招聘した。中井は金券機を国賓を超えるほどに厚遇しながら重要な情報を一切引き出せなかった。金本工作員の記者会見さえ行われなかったため、拉致被害者家族からは批判の声が上がった。金券機の消細費は3000万円を超えるとも言われ、批判が出ているが、中井は その批判に対して、テロリストを入国させるなというなら、韓国を攻めればいいじゃないかと発言している。22日、金券機は軽井沢から都内のホテルに移動する際、調布飛行場でヘリコプターをチャーター。ヘリは方向違いの江ノ島上空まで行き、横浜を通り、江東区のヘリポートに到着した。チャーター代は1時間80万円とされる。また、 ヘリコプターは10分で行くことのできる距離を40分かけて移動した。当初、中井はヘリコプターを使用したのは警備のためだと主張していたが、24日には、可能なら見せてやりたかったですよ。彼女は一生外国に出られないかもしれないでしょう。と、遊覧目的が含まれていたことを認めた。なお、この遊覧飛行では、米陸軍に横浜のオスドック、 米海軍、海上自衛隊厚木基地、米陸軍キャンプザマ、米陸軍相模総合補給所近辺を飛んでいる。特定失踪者問題調査会の荒木和弘代表はヘリコプターの遊覧飛行は話にならないと生きりを隠さなかった。また、荒木は中井に失踪者の写真などを元工作員に確認してもらいたいと要望したが、中井は断った。荒木は政府が 失踪者の写真も見せず、一緒に、のんびり食事をしているのは本当に許されるのか、憤りを感じると非難した。なお荒木はかつて、中井が所属した、民社党の本部事務局に勤務していた。中井は2010年8月3日の衆院予算委員会で、金本工作員や、韓国側から、観光旅行を要請されたと答弁したが、韓国の国家情報院は、 韓国政府が要請した事実はないと読売新聞の取材で明らかにした。なお、韓国は日本訪問中に観光をしたいという金本工作員本人の希望は日本政府に伝えていた。韓国ではもともと大観光空気爆破事件の遺族から金本工作員の特別待遇に不満が出されており、この中井の発言は責任転嫁だとする批判が高まっている。 韓国政府は外交ルートを通じて中井の発言の経緯について説明を求めている。産経新聞が1928人に対して行った調査によれば金本工作員来日を含め政府の拉致問題への対応を評価するは1割にも満たず金本工作員の来日のようなことに税金を使うことは妥当は1割台だった。みっともないパフォーマンスとの意見もあった。 中井自身は金券期の来日について100点満点で120点ぐらいと持参している。選択的夫婦別姓制度に反対していた。ただし民主党政権の閣僚としては容認の立場を取った。民主党政権の閣僚時代に民団の会合で外国人人政権の実現を推進していく立場を明らかにした。ありがとうございます。